浅吹英治浅吹英治大正7年1月31日は日本の実業家。王子製紙取締役会長。陽名は万吉哲之助。属籍は大分県平民。短期だが三井財閥のトップである三井合名会社理事長を務めたこともある。三越社長、帝国生命保険社長を務めた浅吹恒吉は息子。 フランス文学者の浅吹三吉と翻訳家の浅吹富子は孫であり、フランス文学者、詩人の浅吹良治は彦。弟、野より半次の彦が2001年、ノーベル科学賞を受賞した野より吉春である。中見川彦次郎は義兄にあたる。2011年度、第144回、芥川賞受賞者の作家、浅吹真理子はヤシャである。前国下下 宮園の村の昭屋、麻吹大蔵の次男として生まれた。麻吹家は、寛永年間に、名字立て脇を許可され、兄、建造まで十五代続く庄屋であった。北の寛義園や中津の渡辺塾、白石塾に学ぶ。尊能上一層に染まり、維新後の1870年、開明派の福沢諭吉暗殺を加わがてるが、転校し、福沢とその多い、 中身川彦次郎の被護を受け、彦次郎の妹、清と結婚する。慶応義塾に入学し、1872年、同出版局の創設に際してその主任に就任した。慶応義塾卒業。1878年、三菱商会に入社。1880年、貿易商会に入って、取締役となる。昇電平五郎に招かれて、 優先会社に入ったが、間もなく去り、横浜で一大貿易商会を開き、キーという失業に従ったが、たちまち大失敗して、損害数百万円の巨額に達した。大いに奮闘して、負債のすべてを焼却した。大隈重信に近い政商となり、義兄・彦次郎の三井財閥に転じて、三井五福天理事となり、百九十二年に、金が淵防石専務、 1894年に、三井工業部専務理事に就任。1901年、中見川が死去すると、増田港により、中見川の工業化路線は一旦は止まったが、それでも1902年に、三井合名専務理事に就任し、王子製紙会社では役員を務めて、会長となり、また、芝浦製作所、堺セルロイドなど王子と共に、 業績不振とされたこれら企業の立て直しを担当することとなった。このように三井軽所会社の住職を歴任し、三井の四天皇の一人と言われた。中身川の公認の最有力候補であり、かつ、慶王罰の筆頭とも目されていた、あっきだったが、上日のように、後見の中身川の死去に伴い、増田が三井財閥の実権の座を握ることとなり、1907年には、 マスダが引退に際して、団卓馬を推挙したため、退任を余儀なくされることとなった。1912年1月、三池を幽待する。1918年、病のため柴高縄の自宅にて死去。去年70。日本の実業界において、一種得安からざる、老儀人として知られた。三池四天皇の一人として、中見川彦次郎、マスダ等と閉称された。 10歳の時の放送が原因で顔にアバタがあり、部男と言われたが、人柄が良かったことから女性にも欲もて塩分も多かった。また、頭も良く、河田小一郎、大熊綾子らに可愛がられたという、骨董を愛好する。西安と称し、目利きとしても知られた。住所は東京市京橋区小引町。江戸時代において、 悪人とされていた石田三成の検証事業にも熱心で、歴史学者渡辺義介に移植して、後本石田三成を書かせ、その墳墓発掘にも力を尽くした。2015年3月12日、矢場慶町の宮園の集落にある浅吹英二王聖徳碑前で、第3回浅吹英二王政誕祭が取り行われた際には、式典の中で地元、 下郷小学校6年生による、浅吹英二治沖縄への手紙の朗読が行われた。発表後には、浅吹英二治の彦の浅吹秀和から下郷小学校6年生に自身が、英二について書いた、本、セミしぐれが送られた。大分の浅吹家は、主や雑座敷合わせて、大小二十九室に及ぶ、大邸宅であった。聖火跡は、 英治の血縁である清島家が運営する保育所になったが、保育園閉園後は宮園の集落に寄付され、現在は宮園公園と宮園公民館になっている。ありがとうございます。